さて、先に進んでいきましょうよ。前回は、パズルをはめて扉を開けたところまでだったわね。ここは2階に上がってきたのかな。とにかくみんなを見つけたいよな。ここのドアは開くのかな。ん？ドアに何か書かれてるわよ。グリーンプラスブラックって書かれてるね。暗証番号を入れないと開かないタイプの扉ね。あ、そういえばさ、前回手に入れたメモ、鉛筆でぐしゃぐしゃに塗りつぶされてるけど、若干見えてる文字って数字っぽいよね。しかも赤とか青とかの色で書かれてるよな。ってことは、まずはこのメモを読める状態にしないとダメね。となると、鉛筆を消す道具が必要。ドアー！で、先生かよ。先生。よかった、無理だったのね。もしかして先生もあの青い化け物に。ええ。みんなであなたを待っていた時に突然現れて、なんとか逃げたけどみんなバラバラに。たけしの姿は見ました。探しに行きましょう。お、先生が仲間に加わったね。全然心強くはないけどな。トイレの中は何かあるのかな。あ、青鬼から隠れられる場所っぽいわね。ここに何かある。おお、消しゴム。なかなか消しゴムでこんなテンション上がることないわね。これであのメモを読めるようになるかも。これは使用するを選択すればいいのかな。あ、数字が読めるようになったな。おお、やっぱり考え方は合ってたのね。どれとどれを足すんだったっけ。緑と黒だったと思うぜ。とにかくまずはあのドアのところまで行きましょ。うん、そうだね。たけしの野郎、どこ行っちまったんだろうな。あ、やっぱり緑と黒を足すのね。もう一度メモを確認しよう。951足す50は、100点1ね。マジ暗算よばー。きっと母体に暗算能力を忘れてきたのよ。さいなお前ら。さて、じゃあ暗証番号は1001だね。これで開くのかしら。おお、開いたな。さて、どこに繋がってるんだろう。あ、意外と小さな部屋だ。本当ね、特に何の変哲もない部屋だな。とりあえず部屋の中を調べてみるか。おお、給食室の鍵ゲットを。おお、やったー。これで給食室に入れるようになったわね。そうだな。で、給食室ってどこだっけ。知らん、わからん。なんでリアクションしたんだよ。なんとなく先に進めそうやん。ま、確かにそうだけど。へ、どうした。あ、またネズミよ。あれを追いかけて行ってみようぜ。そうだね、何かしらのヒントが得られるかも。てかここが給食室だったんだ。あ、何か地面に落ちてるわ。これは一体なんだ。え、おい、何してんだって。ん、ネズミに取られちゃった。何のんきなこと言ってんだよ。早くあのネズコを捕まえないと。うわぁ、奥の方に逃げてっちゃったわ。あのネズミ、何か持ってるようね。捕まえましょう。言うてもここからは逃げられないわけだし、文字通り奴は袋のネズミですよ。じゃあサクッと捕まえちまおうぜ。任せておきなさいよ。害獣駆除免許改善の僕の腕前。あれ？てめえいい加減。おっしゃーい、またかこの野郎。ぜい、ぜい、ギリギリしてんじゃねえかよ。どこが害獣駆除免許改伝よ。とにかく、オイルライターを手に入れたよ。これはかなり大きな収穫っぽいわね。前作の青鬼でも、ライターはかなり重要なアイテムだったもんな。そうだね、火をつけたり、明かりを灯したりね。ピー、ピー。先生同士、ちょっと待って先生。出た。しかもなんだよあいつ、羽生えてんじゃねえかよ。とりあえずここに隠れよう。お、もう巻いたみたいよ。なんだ、大したこと。大したことなかったな。大したことあったー。こいつのビジュアルめっちゃ濃いー。てかなんで羽なんて生えてるんだよ。前回の最後にガチャ回したでしょ。あれでデタスキンに変更したんだよ。余計なことしてくれたのはいい。おかげでさらに怖いじゃねえかよ。あ、巻いたかしら。どうしてくるのかよー。やばい、この先は行き止まりよ。でも撃てるやないかー。お、この感じは、BGM がやんだってことは、なんとか負けたみたいだな。しっかしめちゃ遠くまで逃げてきちゃったわね。必死で逃げてたからね。命からがらだな。セーブしてなかったから、絶対に死ぬわけにはいかなかったからね。そうそう、青鬼ってオートセーブじゃないのよね。結構いいところまで進んだのに、セーブし忘れてかなり戻されるなんてのは、よくある青鬼あるあるだな。さて、ここは保健室かな。体重計と、三つの置物があるってさ。一見普通の体重計みたいだけどな。この置物がなんか怪しいな。星型と四角形と三角形の置物ね。あ、体重計に置くことができるのか。置く個数と何を置くかを決められるのね。これは適当に置いてもダメそうだな。お、このスチールラック。ねえ、左下のところに数字が書いてあるわよ。11、2、6って書いてあるな。一体何のことだろう。あ、もしかしたら、さっきの置物を図形と見立てて、その頂点の数を示してるのかも。いや、でもさ、星型、四角、三角のどれを選んでも、頂点が2になるものはないよね。あ、そっかー。ってことはまだ他にもヒントがあるのかもな。この部屋には他にはもう何もなさそうだから、別の部屋を調べてみるとしよう。ここに何か、ないかー。あ、
これは青銭ボックスね。もちろん青銭は回収しておきましょう。これでガチャが回せるんだもんな。うん、今回も動画の最後にガチャ回すよん。あ、カーテンが閉じられてるわ。怖いな、これ開くの。まだ焼けていくんだな。ここは青には出ないでしょ。お、何か下に落ちてる。メモ用紙だってさ。ん、ちょっと待って、何か数字が書いてあるわよ。そうだね、ちょっと調べてみようか。あ、これは、この絵って、さっきの置物と一緒の図形ね。なるほど、これにはそれぞれの置物の重さが書かれてるのか。星が 7g、四角が 4g、三角が 2g。あとはこの数字をどうやって使うかだけど。あ、これをスチールラックの数字と照らし合わせれば、体重計に置物を乗せる順番がわかるかも。お、そういうことか。よし、体重計のところに戻ろん。この箱は何だろう。小箱だってさ、小さな引っかかりがあるから、何かで回せば開きそうだってよ。家のトイレの鍵みたいなことかしら。ああ、コインで開けられるやつな。覚えておいて、コイン的なものが手に入ったら開けに行こう。さあ、ラックには何って書いてあったかしら。11、2、6って書いてあるな。ということは、置物のそれぞれの重さを足して、11になる組み合わせ、2になる組み合わせ、6になる組み合わせで、順番に置いていけばいいってことかな。多分そういうことね。ってことは最初は星型と四角の組み合わせだな。お、マリサ計算できたわね。なんでだおらー。まず舐めんなよ。で、2番目は三角形だけ置いて、3番目に置くのは三角と四角の組み合わせだね。なーるほどなー。解けてしまえば大したことないけど、ヒントが散らばってた分、ちょっと複雑な謎解きだったわね。そうだね、謎解きをするのはすごく楽しいんだけどな。油断してると青鬼にしばかれるからな。そこなんだよな。でも、このゲームに青鬼出てこなかったら、ミッキー不在のディズニーランドみたいなもんよ。おいお前な、おい。お、スチールラックが開いたっぽいぞ、中身は。ほうほう、消毒用のエタノールだってさ。ああ、あの臭い液体か。これはオキシドールね。